はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ダダーン、トーンスカイバーパート2ですね。これ練習してね、もうちょっと上手に使えたらなということでまた報告しますって言っていましたが、今日はやってみたいと思います。トムさんが送ってくれたこのスカイバーね、非常に有用です。 Thank you Tom, Thank you my friend. I tried this Skyber many times over. At last, I can understand how to use this Skyber. Thank you. I try it now. ということで、何回か何回か練習してですね、うまく使えるようになりましたんで、ちょっと皆さんにお披露目したいと思います。それではどうぞ。はい、本当はね、ここバイスでこう固定してやるんですけど、まだちょっとバイス買ってないんでいいのないかなと思ってるんだけど、前回の続きからいきましょうか。前回はこうここでチュルチュルってね、スカイブするんだけど、すくんだけど、こう最初こう入らないんで、どうしようかなと思ってナイフでね、チュッチュッチュッって削って、それでもってですね、入り、ここの先入るようにして、こうねポコッと入るようにしてやってたんですけど、そうじゃなくてナイフがなくてもできるっていうのが分かりました。ここがね固定でしょ、ここ固定金具で、でここがねこう動くようになってるよね、これ。へえ、これなんかうまくできないのかなと思って。で、先の削る作業をナイフではなくて、これでできるようにと思って、で、練習しました。これぐらいね、ちょこっとこう、ナイフで削る分ぐらい。で、ここ固定しなくてもこうやって、キュッ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 ってこうね、こうやってできるんで、そしたら、この反対から入れてキュッとキュッキュッキュッとで、ここ固定して、そしたらもうチュル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 って、これすごいねえ。ここさえねちゃんと微調整してればファンタスティックトムさんね、え、もうちょっとやってみる？もう何回やっても一緒だけど、今度ターンレースね、はい、よいしょ、緩めて、でちょこっと先入れて、で手で押さえてキュッキュッキュッって、よいしょ、で薄く作って、そうするとこう入るので、でキュッ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 ってね、でここ固定して、タンレースちょっと硬いんだよな、ほらねえ、ほほほ、もう楽しいからね、もう一回やっちゃおうかな、うん。チャラン、よいしょ、んで、チュリンチュリン、はい、でキュッと押さえて、ちょっとまあコツがいるけどね、うん、で固定して、よいしょ、でチュルルンチュルルンチュルルン、はい、あっという間です。これね、非常にうちの仕事には有用に使えそうです。トムさん、Thank you. It is very useful for me. It makes me happy. Thank you very much, トムさん。親分ね、はい。ということでございまして、今日はね、そんなところで、まあ、報告しとかないとと思ってね、報告いたしました。はい、どうでしたか。これね、すごい重宝しそうだね、うん、で替え刃もねいただいてるし、
ちょっと一生もんでね、使っていきたいと思いますね。トムさん、I like this very very much. Thank you. It helps my work. Great. Amazing. 今日はトムさんのスカイバーね、パート2の報告でございました。またなんかね、新しいことできたら報告します。それでは皆さん、さようなら。